皆さんこんにちは、わからんビューティーチャンネルへようこそ。本日は私がやっているトレーニングを紹介していきたいと思います。トレーニングをする理由が2つあります。1つ目は怪我の予防です。で、2つ目はフォームの改善です。この2つの効果を私は実感しているので、今も継続的にトレーニングをしております。いろんなトレーナーさんとかいろんなランニングコーチの方がいらっしゃると思うんですけど、トレーニングをした方がいい、しない方がいい、いろいろな意見はあると思うんですけど、私はトレーニングをすることによって良さを実感しているので、今もトレーニングを続けております。今日は私がやっているトレーニングを紹介していくので、少しでも皆さんの参考になったらいいなと思います。それでは始めていきましょう。スタート。本日紹介するトレーニングはこのバランスボールを使ったトレーニングを紹介していきたいと思います。私たちはランナーであるので、筋肉を大きくすることが目的ではなく、いかに走りにつなげるか、走る上で必要な筋肉をつけていくかっていうことがすごい大切になってくるので、このバランスボールを使ってなるべく走りに近い状態を作りながらトレーニングをしていきたいと思います。ではまず一つ目です。はい、バランスボールを使って、皆さんプランクとかしたことあると思うんですけど、バランスボールの上でプランクの姿勢を作ります。この時の注意ポイントは、頭とお尻とかかとがなるべく一直線になる状態を作って、その状態から腕を前後ろ前後ろっていう風に引いていきます。で、この前後ろってやるときに、手を前にやったときにちょっと腰が反りやすかったり上がりやすかったりっていうことが起きてしまうので、なるべくおへその下の方に力を入れながら前後ろ前後ろっていう風にやっていきます。それでは一緒に10回やっていきましょう。皆さんまずはポジションつけてくださいね。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、皆さんできましたか？これはなるべくお腹の下の方に力が入っていると正しいポジションできているっていう証拠なので、それもちょっと意識しながらやってもらえたら嬉しいです。だいたいこれを10回2セットから3セット私は行うようにしております。はい、じゃあ次は2つ目です。今と同じ状態を作って、次は足を動かしていきます。片足をバランスボールにタッチタッチタッチって感じですね。この時も足を上げた時に上体がぶれたりしやすいので、なるべくこの状態をキープしながらやっていきましょう。それでは右足10回です。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、皆さんできましたか？これをだいたい2セットやってます。はい、続いて3つ目です。3つ目はまた今と同じ状態を作っていきますよ。はい、この状態を作って、さっき片足ずつだったんですけど、次は両足です。1、2、3って両足交互にやっていきます。これをこれ次は20回、しっかり状態をぶらさないことを意識しながらやっていきましょう。
それではいきますよ。はい、ポジション作ってください。せーの、できましたか？この時に両足交互に動かすので、さっきよりも上体がちょっと振れやすくなってしまったりするので、そういうところを注意してやっていきましょうね。続いて4つ目です。次はバランスボールを足に挟んでいただいて、こういう風にですね、挟んでいただいて、このままバランスボールを上げたり下げたり上げたり下げたりしていきます。バランスボールを足で挟むことによって、体幹と同時に内転筋も鍛えられます。本来であればくるぶしあたりで挟んでいただきたいんですけど、ちょっと難しいなっていう方は膝で挟んでも大丈夫ですので、無理のない範囲でやってくださいね。はい、それではいきます。バランスボールを足に挟んでください。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、どうですか？皆さんできましたか？だいたいこれも10回2セットから3セットやってます。5種目目最後のトレーニングです。次はさっきと同じように足でボールを挟んでいただいて、次は左右に振っていきます。これは腹筋のこの横ですね、横を鍛えていきます。で、なるべく足が床から垂直になるように、下がりすぎたり上がりすぎたりしないように注意しながら左右に振っていきましょう。こんな感じですね。はい、それでは10回やっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これを10回を2セットから3セットやってます。腹筋の横ですね、横を鍛えるようなトレーニングになってます。皆さんいかがでしたか？初めてトレーニングされる方や、今までトレーニングしたことある方、いろいろいると思うんですけど、新しいトレーニングとかどうですか？トレーニングの頻度としてはだいたい週に2から3回ぐらいをやっております。私は走る前に行っております。皆さんなかなかお仕事とかで忙しいとは思うんですけど、10回でも1セットでも走る前に少しでもやると効果的ですので、ぜひ皆さんやってみてください。本日はバランスボールを使ったトレーニングをご紹介したんですけど、今後他の体幹トレーニングだったり、お尻周りを鍛えるトレーニングだったり、私が日頃からやっているものをこれからも紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。